はい、今日実は早稲田大学の GEC という、フィールド実習とメディア表彰という副専攻のジャーナリズムコースの授業です。でその授業の中で、今日が実は初回なんですけれども、東京で再発見するアジアというテーマで、コリアタウンとかこの新大久保のアジアタウン地域を歩いて、ヘイトの関連もプロパガンダも関連もどういうイメージが人々のその中に存在していて、それがどういう形でまた克服できるのかを学生たちが理解するだけじゃなくて、自らのメディア表彰で捉えさせるっていう授業の初回です。いずれ期末でどういうものが上がってくるか楽しみなんですけれども、こういうきっかけでとりあえず新大久保エリアを歩きながら、コリアタウンというイメージが強いんですけれども、実は隣の道に行けば百人町で、アラブストリート、あるいはネパール人の方々が多い地域がいたり、道を挟んでいけば東南アジア地域がいたり、今この大久保駅に向かっていけば、ほとんど漢字、僕が読めない中国の簡体字の漢字になったり、こちらのストリートは実はほとんど日本語が聞こえてこないんですね。でこっちはほとんどコリアタウンを求めてくる日本人のお客さんなので日本語だらけなんです。っていうこの地域の中の多文化性を自らスポットで確認して、それを感想を述べるっていうのが今日の1時間の、フィールドワークの課題です。この辺を歩く上でですね、1994年かな、蔡陽一監督の月はどっちに出ている、はいはいはい、最近森達也監督がそれについて原稿を書いたっていうのを偶然私も読んだんですけども、その舞台にもなっていたりするんですね。だからいろいろとこう見ながら、ちょっとまずは最もコリアタウンと遠いアジアゾーンに紹介します、はい。多分ね、なぜそうなっていったのかっていうのはよく僕もわからないんですけど、この辺は実は宣教師とかが古くは住んでいたので、楽器屋さんとかがいろいろあったりするんですね。だから新大久保の町っていうのは古くは楽器屋さんが多いんですよ。なんかそういう知らないところもあったり、この辺アラブストリートとかっていうふうに言ってる割には、高知学園って見えますか？あそこの高知学園、行地って書いてある、あれは中国語の高知、いわゆる受験学校、早稲田や東京大学に進学するためにとりあえず日本に来てる学生たち、中国籍の人たちが大学進学を狙って通ってるところで、15号館とか何号館まであるかちょっと確認できてないんですけども、はい、あれは3号館、この辺にね、検索すれば出てくると思いますけども、高知学園の拡大、勢力拡大っていうのはすごいんです。コロナ前はだから本当に早稲田大学、なぜか中国で一番いい大学の一つに入っていて、でそれは共産党の幹部がそこを出身が多いらしいんですけども、はいはい、東大か早稲田を狙うっていうことで中国籍の方々がたくさん来ているってことです。まさにこの辺なんかナスコフードとかですね、あるあるで学生たちによくここ東南アジアの方々が多いんですね、はい、一番学生たちに伝えようとしていることの一つは、携帯電話のこの行けば中古のショップがあったり、はいはい、あるいは海外送金所っていうのがあるんですよ。でメガバンクでしかそもそも日本の学生は海外にお金を送るってことがないんですけども、はい、手数料が日本のメガバンクの方がはるかに高いですけれども、不安だから日本の銀行を選ぶんだけども、こちらの人々は仕送りとかいろんな形で、マネートランスファーっていうところを活用して、やっぱり手数料が非常に安かったりするし、で皆さんが海外に行ったら生活のためですよ、一番必要なのはお金があればローミングで済むんでしょうけども、中古の携帯電話をどう確保するか、ちょっと横路地入るとですね、中古の iPhone とかたくさん売ってますので、そこちょっと見ていくと面白いと思います。そうですね、海外送金所ですね。あとはここら辺はまさに中古の電話を売ってるとか、うん、とかを売ってるっていう面白いところ。こんにちは。こんにちは、元気です。で海外の鮮魚店とかですね、冷凍食品とか、はいはいはい、やはりこの辺重要になってくるのはハラルフードの食材を調達するっていうところが重要なので、多分お店にハラルマークがありますね。あそこ看板に黄色い看板とか、あるいは緑もありますので、ここもそうですけれども、ハラル認証を目指して来るっていうパターンが
一番多いんじゃないかなっていうふうに思います。なんかこのホソロジーだけでも日本にいる感覚がまるでなんか東南アジアに来たっていう、あるいは西アジアに来たっていう感じですよね、はいはい、すごいなんか懐かしい感覚になりますね。で 一部の人々はここを誤解を恐れず言うとなんかあの怖いとかっていうイメージを持ってる人もいるんですけども、とても親切です。だからなんか声をかけるとね、なんかこれおいしいよとかで、学生が他の授業で調べてた学生たちは、自分たちが何かを食べていると日本人のおばさまが何食べてるのって好奇心はあるんだけども行動する勇気がない人たちが声をかけてくるっていうところがあるみたいです。向こうの方に出てですね、はい、私の、あの知り合いが最近オープンしたあのエスニックショップがあるので、はい、そこをちょっと通ってみましょうか、はい、あ、さっきも申し上げた通り、はい、あの日本の多くの人々に最も遠いのがこの携帯ショップとか海外送金とかハラルフード店があの遠いと思います。で、うん、上に見るとですね、あの多分韓国語の韓国人の方が経営しているあのヘアサロンがあるんですけれども、はい、まあ、どういう人たちがあそこに行くのかってこともまた楽しいアプローチだとは思いますね。ここのストリートが百人町通りで、だからまさにあのなんていうかな、ハラルゾーンっていう感じで、でここあのお店入ると最近オープンされたんですよね。はい、あの見るは無理よ、はい、カメラ入っちゃっていいですか。はい、あの社長のシディークさんと知り合いです。はい、そう、はい、ありがとうございます。お邪魔します。この揚げてるなんかヌードルみたいなやつとか懐かしいですね。お邪魔します。お邪魔します。ちょっとだけ見ましょうか。はい、香辛料が多分あの醍醐味かもしれないですよね。はい、こういう香辛料ね、あの。いろいろと使っていくっていうことが多分面白いなっていうことで、やっぱりその本国を離れてその日本に暮らしている人たちってやっぱり自分のその母国のスパイスが恋しくなるとまずは新大久保に来るっていうことで、そうですね、多分あの場合によってはあの埼玉とか茨城から、はい、あの調達ある買いに来てくださる方々もいらっしゃるということで、まあ、最近増えてはいるとは思いますけどね、あのこういう形でまさにあの一部の人は外国人が増える治安が悪くなるとか自分たちの仕事を奪うっていう言説を出したりあのするんですけれども、実際さっきの樋口直人さんとかの研究がまさにあの反論してるんですけども、エスニックビジネスの本を以前も書かれてるんですけども、外国人が移住してこういう展開をすれば雇用を増える市場が増えるっていう視点をあえてこう排外主義の人々は分かっていながらもそっちをこう使わずに反対のロジックを使ってるっていうことが一つの問題だと思います。うん、そうですね、でもやっぱりそういうイメージにとらわれるとそもそもまずはじゃあ足を踏み込んでみようかなっていうふうになりにくいので、なんかこの映像を通してちょっと興味を持ってもらいたいですね。はい、あのお店の人々は特に食べ物とかどれだけこうフレンドリーなのか、そしてあの早稲田大学の、ね、別のゼミとかでもこうやって来ているっていうのが、うん、まああのキャンパスが都心にある最大のメリットの一つかなって思っています。じゃあ向こうの東南アジアゾーンに行きましょうか。はい、はい、後ろ髪を引っ張る、でももしあれだったら大丈夫ですか。大丈夫です。またあの終わってから収録後に、はい、そのやっぱりバリエーションの豊かさみたいなもの、そうですね、まず圧倒されますね。やっぱりかと思えばこういう和食のお店があったりとか、そうなんですよ、うん、だからあの早稲田大学の理工学の先生、あの建築の先生とかがですね、ああ、どうも、すごい、モリモリ、もうまるで旧友かのようにこうフレンドリーに接してくれますね。はいはい、さっき出会ったばかりなので、そうですね。さっき目が合ってたまたまご挨拶した方ですもんね。新宿学っていう本を出していて、はい、その本にいろいろと新宿がどういう形で発展しているのかっていうことが収まってるんですけども、新大久保っていうのはそういう意味では非常に面白い街の一つでもあります。ここを渡ってですね、このストリート行くとほとんどあの中国語が増えてきたりということで、意外とコリアタウンじゃないっていうようなところが見えてくるんですね。でその上でこの隣の道をちょっと歩いていきましょう。でこのエリアが東南アジアゾーンっていうふうに言われて、ベトナム系やタイ系の人々がまああのお店エスニックレストランを
展開してて、おそらくあそこにあるクンメイっていうタイ料理屋さんがかなりその勢力を拡大する上で貢献してて拠点みたいな、ね、とても美味しいお店っていう風に僕の同僚もクンメイよく行くっていう話を聞いていますけども、あそこにタイ料理屋さんがあるのと、その向かいに多分ねなんとか屋台村っていうのがあって、東南アジア料理が、フードコートのようにちょっと食せるのが多分15年ぐらい前からあったと記憶してます。ここちょっと脱線しますけれども、楽器の街でもあるんです。おっしゃってましたね。この辺はいろいろと歩いていくと3カ所4カ所ぐらい楽器があって、そうやって回してるっていうことで、楽器のイメージはなかったです、うん、やっぱり食べ物とか、あとはその、まあ、向こう側に行ったらその韓流グッズとかそういうのを思ってたので、はい、そうですね、確かに考えたことがなかった。だからこの辺も韓国系のお店に変わっちゃったのかな、もしかしたらいろいろと展開も激しいからいろいろあると思いますけども、こうやってヤンニョムチキンとかもありますし、ここで興味を持って探していくとたまに見つかるものが、日本人を全く気にしないで商売を展開しているレストランがあったりするんですよね。メニューも外国語だらけ、あるいは漢字だらけ、それで商売がどう成り立っているのかっていうところも気にするところですけども、最近はまさにそういうお店の方が人々が喜ぶっていう話も聞いておりますので、そうですね、はい、なんかやっぱり知人 の, そのここではないですけれどベトナム料理屋さんをやってる方に聞いたら、はい、そのせっかくお金を払ってくるんだから、なんか日本ナイズされた味ではなくて、こう本場の味をこう味わってほしいとい う, こうこだわりを持ってた方もいますし、はい、完全にやっぱりこう想定しているお客さんがそもそもいわゆる日本人ではなかったりっていういろんなこうパターンがありそうですよね、はい、あここにまだあった、ごめんなさい、さっきの店ではなくて、こうやってこう新大久保アジア屋台村ってことで、アジアの範囲って非常にこう恣意的ではありますけれども、はい、いろんな国の韓国も含めて、こういう料理が展開されてるっていうことはある意味ではとてもいいことだと思うんですけども、まあこのいわゆる次の課題はですね、僕が思うにはですけれども、タイ料理に行ったらパッタイとかなんか決まったトムヤンクンとか決まったメニューしか頼まない、韓国料理屋さんに行ったらチャプチェからパジョンからチヂミから石焼きビビンパに決まってる、サムギョプサルで限定されてる、もっと共同性の強い地域料理をどうやってこの町で増やしていくのかっていうのが移民社会の中で大切だと思いますし、もう一つは、中華と韓国料理が出会って新しいクレオール的な日本で生まれた新しい料理が生まれてもいいはずなので、うんうんうん、そういう形でこの町のアイデンティティをどう形成していくのかっていうことが課題だとは僕は思っています。なるほどなるほど、はい、もう一度大通りに出ていきましょうか、はい、この通りが東南アジア的なストリートではあります。そのクレオール的なっていうことでいうと、例えばそのある程度今エリアが分かれて見えますよね、そのアラブストリートと呼ばれる街、はい、道があって、でこっちがその東南アジア系のこう道だよっていうふうになると、どうなんでしょう、それぞれのこうエリアである程度その交流があるのか、例えばそのアラブ系のこう味とでこっちの東南アジア系の何かがこう合わさってクレオール的な文化が生まれ得るのか、そういう交流ってどれぐらい生まれてるものなんですかね。そこも大切なポイントで課題の一つだと思います。一つは、少し先に来た外国人コミュニティとしてコリアンがいますよね。で韓国系の人々が最近拡大していますけれども、かつては日本の人々とのコミュニティとの関係しか気にしてなかった。だけども先に来た外国人の先住民という概念で、NHK の番組にもなったんですけれども、日本の地域住民と商店街の人たちがコラボして4カ国会議っていうのを始めて、いろいろと一緒に、そこにはベトナム、ネパール、韓国、日本っていう4カ国なんですけれども、でも課題があります。なぜ中国入ってないんだろうかとかですね、いわゆるまだ場当たり的なコミュニケーションに頼ってるっていうところがあるみたいですけれども、今後これをもっと拡大して、日本との関係だけじゃなくて、もっとなんていうかな、ベトナム系や韓国系の交流を作っていったりっていう
さっきから言ってる在日アジア人としての新しい文化はどう形成されるのかっていうのが今後の課題かなというふうには思ってます。向こうの明治通りに向かっていきましょうか。もうちょっと道渡ってからお見せしますけれども、はい、珍しい風景です。日の丸と手ぐっきが一緒に看板になってるっていうのは意外と日本で探そうとしても探せない。あの角っこのあのそうスターショップです、はい、結構そのフラッグナショナルフラッグってデリケートなそうですね、あまりその並べてっていうイメージが私もある意味で当たり前といえば、ね、日本で韓国とこういう交流友好を考えるっていうのは当たり前かもしれないにもかかわらず、あれが意外と珍しい風景だっていうところが最近の複雑な日韓関係の、まあ、政治的な部分を表しているのかもしれません。やっぱりその特にその日本の国旗っていうふうになると、まあ、歴史的に見てもかなりデリケートな問題を抱えますよね、はいはい、そういうこともあったりするんですかね。それがその最近の問題に直結しているのか。そうですね、いやなんか特に地名とか領土問題というのはたくさんありますの で韓国人の心理的な心の中には、まあ、旭日旗は当たり前ですけれども、日の丸を描くこと自体にも若干の戸惑いというのがあるわけでして、まあ、そこを自然と乗り越えることがどこまでできるのかというところが問われていて、でパリミキさんがありますけれども、この後ろが新大久保がコリアタウンになった原点です。かつてのロッテの工場、ちょっとだけ入って今住宅展示場になっているので、実はこういう収録、ああいう住宅展示場を借りてソファーでくつろぎながら撮りたいなと思ったこともありますけれども、場所だけちょっと紹介します。でこの辺は実は、この辺というか、簡易宿泊所があって、で15年前20年前は東南アジア、あるいはどこの国籍かは別として、もしかしたら売春に関わるマッサージ関係の方々もいたと思います。でそういう意味で怖い街っていう、危ない街っていうイメージもどこかにはあったみたいですけれども、随分と若い人たちが好んでくる街になって、ここ新しいショップですよね。実は2週間前に、はい、食べたことがあって、そこそこ美味しかったですって形で、はい、すごい。でも今流行っているものを見てっていうか、ポチャっていうのは屋台という意味で、それこそイテウォンクラスの影響で、はい、今パクソジュンいましたね、はい、だからその影響でこう関連してるんです。コラボが展開されてております。でちょこっとだけこう住宅展示場、静かな別展示がここで展開されているので、ここがじゃあ工場の跡地っていうふうに聞いておりますので、まあでもこれだけ開けた土地ですもんね。そうですね。ここがじゃあかつてロッテの工場があったっていうふうに聞いております。うん、ここじゃ一つのこう拠点といいますか、こう原点になって、はいはい、この町がこう形成されていく面があるっていう。元はそういうところ でそれを工場がなくなってこういう住宅展示場になってっていうことですけども、まあ、その間第1次から第4次までの韓流ブームがあってですね、で実は今日は歩く時間がないかもしれませんけども、向こうの方の食安通りとか、何通りなのかな、急に名前が出てくるんだけど、ドン・キーホーテがあるお店の近くに、はい、今ボンガっていう焼肉屋さんになってるんですけれども、2002年の日韓ワールドカップの時に、大使館っていう名前の焼肉屋さんだったんですね。パブリックビューイングの原点で、はい、2002年の日韓関係の友好を表す意味では、あそこで韓国のレッドデビルっていうブルガーアンマっていう応援 T シャツを着た人と日本人が一緒に肩を組んで応援したりっていう歴史的な場所でもありましたが、2010年以降、おそらく2012年13年だと思いますけれども、竹島に、日本名竹島に
イーミョンバク元大統領が上陸して日韓関係が悪化してから、はい、その店も閉鎖に追い込まれるということになった、はい、その頃連続してこう保守政権が続いてきた、ね、そうなんですよね。だから韓国においても日本においても保守政権、うん、そして中国においてもシー・ジンピンさん の登場がこの時期で、非常にこうナショナリズムが強くなる、時期の始まりでもありました。うん、そういう例えばその朝鮮半島情勢とか、あるいはその中国で起きていることっていうのが、もろやっぱりこの街の雰囲気にダイレクトに直結してくるんですよね。まさにまさにそうですね。この辺ってそうすると、例えば結構老舗な店と割と新しい店が結構混在してるような感じ、ね、混在してますけれども回転は早いですね、見てると。だから本当にテナント料も高いみたいですし、はい、コロナもあったしっていうことで、で一番僕は残念なことは、残念でもありありがたいことを複雑に共存してるんですけども、チーズダッカルビが、まあ、第4次韓流 BTS の影響もありますけれども、第4次韓流 のきっかけになったっていうふうに言いますけれども、そうするとみんなチーズダッカルビ屋さんになっちゃったり、はいはいはい、みんなこうチーズハットグ屋さんになってきて、はい、みんなタピオカ屋さんになってそうなんです。これって果たしていいのだろうかっていうのが一つの課題には残っていますよね。あと間もなくですね、韓国っぽカフェ、いわゆる実際韓国にそれがあるかは別として、はい、BTS とかTWICE とかの芸能人アイドルグループがピンキーとかブルー系 の色を使うので、はい、ああいうピンクトーンのお店を韓国っぽカフェって言うんですね、はい、でそれが海外で話題になってるってことを知って、韓国でもこういうのがまた増えてくるっていう、後ろ気をつけてください。だから意外とピンクが多いんですよ。で実際試してはないんですけども、スマホにカラーパステルっていうソフトが、フリーソフトがあって、それをダウンロードすると写真を撮ると、この写真はどういう色彩のトーンの色が使われているのかっていうのが分かるんですね。そうするとコリアゾーンとアラブゾーンとチャイナゾーンと東南アジアゾーンのお店の色彩が随分と違うんじゃないかっていうことを景観論として試してみるのも面白いなっていうことは学生たちとは話してるんですけども、街の空気感とかにもダイレクトに影響してくるわけですよね。はい、そういう感じでいろいろ対応して、でどこかの、もう通り過ぎちゃったかもしれませんけども、イケメン通りっていう繁華街があるんです。でイケメン通りを歩いたり、あるいは地域住民が起こったハプニングの出来事があるんですけども、はい、第二イケメン通りっていう地図ストリート名を韓国のあるお店の経営者が地図を発行するときに勝手に名付けて、地域住民が怒ってご立腹して勝手に町の名前を変えるなっていう、そういうハプニングがあったっていうのが、テレビのあるこの町を扱ったドキュメンタリー番組でも紹介されたってことがあります。結局その第二イケメン通りっていうのはその名前にはならず、ですね、地図上は勝手に残ってるかもしれませんけれども、はい、それは別に公式の地図ではないわけでして、はい、チラシみたいなものですよね。でこの辺りからですね、実は再びベトナムのお店が増えてきてるっていう、はい、ちょうど僕の感覚で言うと、ここのパチンコ屋さんあたりを過ぎると、はい、人通りが若干こう落ち着いてくるんです。でこの辺りからちょっとこうテナント料が安くなるのかもしれませんけれども、徐々に再び韓国系のお店は残っていますけれども、ベトナム系が一番増えてきてるのかなって感じで、なんかもう、はい、例えば外から来た人とか特に観光客をターゲットにするのであれば、駅から近い方が有利ではあるわけですよね。もう明らかにそうですよね。でそこにああいう例えば、まあ言ってみればその観光客受けしやすいこうグッズとか流行ってるものがこうグッと集中してそうですねっていう、なんかそういう構図が見えてきますね、はい、でここからもう少し300から500メートル歩けば、はい、副都心線の、東新宿駅なので、はい、人々の動線によっては向こう側を好む人っていうのはあります。でここで、大阪の鶴橋と何が最大の違いか、はい、
ホルモン焼きやキムチ屋さんがないんです。つまり、はい、ないっていうのは、はい、あのこれは在日のオールドカマーの歴史を考える上では、鶴橋にしても首都圏だったら東京の三河とか東上野に古くからある朝鮮街っていうのがあるんですね、はい、そこはやはりコミュニティの中でドブロクを作ったり、はいはい、あるいはホルモンを売ったり、キムチをつけて売ってたりっていう、こう生活の拠点なわけですよ。だから今でも鶴橋に行けば、あの複合性を帯びてはいますけれども、いろんなキムチ屋さんが存在している。でもこの町はニューカマーが立ち上げて、で若いワーキングホリデーの人とかはここで暮らしていますけれども、ここでお金を稼いだらもっといいところで暮らそうっていう、あのいわゆるビジネスの拠点ではあるけれども、生活の拠点としてはフルには考えていない可能性がある。そうするとゴミ問題とか、あるいは自転車の放置自転車問題、さまざまな地域住民との摩擦で、例えば何か地域住民が文句を言っても、そのお店のマネージャーはコロコロ変わるし、で自分自身もオーナーシップを持ってない雇われてる人たちだから、なかなか解決がしないっていう、若干こう圧力状態の問題があるみたいなんですね。なるほど。それはやはりこう地域にどう溶け込むのか、あそこが地域に根ざすつもりがなかったりとか、そういう思考を持ってない人たちともどう共存するかみたいなことですよね。あのこの町は本当に、あの先ほど通った、あこういう営業の車もあれ夜の営業の車も回ってますけれども、はい、ロッテの工場があって、また駅が近い、あとは簡易宿泊所があるっていうことが、新大久保のコリアタウンの原点だったかもしれません。そして、まあ、あのダークな歴史もあって、あの歌舞伎町に近いということで、アフタービフォーで同伴という形で、あのかつては90年代ぐらいだったと思いますけれども、あのこちらで人狼の、その日本に輸出している人狼をお客さんと飲むためのビジネスっていうのが原点だったみたいです。それがやはり第一次貫入ブーム、21世紀になってたと思いますけれども、冬ソナ現象からですね、この町のお店が徐々に増えてきて、そして人々が韓国に行くようになってきて、まあいろいろとこう人々が自然とこれをこう楽しむようになったっていうのが韓国タウンの拡大です。同時にあのベトナム系、中国系、ネパール系、これはあの一番わかりやすいのは、日本語学校の留学生の国籍を調べていけば、あるいは新宿区の住民の国籍、外国人住民のデータは公表されてますので、その推移を見ていくだけですぐに分かるんですけども、今は韓国よりも中国の方が多くて、ベトナム系がかなり増えてるっていうのが、あのこの町の、あの一つの変化の特徴かもしれません。その元々そのコリア系の人たちが多かった中で、またやっぱりそれが変化してくるじゃないですか。それはやっぱり今おっしゃったような、例えば留学生がこう、はい、各国から増えてきたとか、そういうことが影響して、そうですね、あの韓国からの留学生またはワーキングホリデーの人々が増えてるとか一つ、あとはそれほど遠くない距離に明けぼの橋に韓国学校が一つありますので、はいはいはい、やはり子どもビジネスでこういうところで、あの自分のお子さんをどういう学校に通わせたいのかっていう時に、やはり交通の便がいいっていうところで、その点あの練馬に韓国系の人々が増えてるっていうのがまた特徴で、これは大江戸線の影響だと思います。なるほど。なんかそういうこうラインとかをこう辿っていくとまた面白いかもしれないですね、うん、そうですね。やっぱりその新大久保って特にその2013年前後っていうのはやっぱりヘイトスピーチの問題でものすごくこう標的にされた街だったので、うん、ちょっとそのあたりのこう変遷みたいなものをこうあの改めてちょっと伺っていきたいなと思ったんですけど、そういう観点からちょっとお話をしていっても大丈夫ですか？はい、あの特にちょっとさっきもそのお話に出ましたけれど、2002年ぐらいだと皆さんまだあもう生まれている、生まれてはいるね、すでに生まれてはいるけど、日韓ワールドカップって記憶に残ってない世代ですよね。そうなんだ、なんかそうですよねあの社会科の資料集とかでなんかそういうことあったんだねみたいな世界だと思うんですよね、多分皆さんにとっては。で冬ソナブームってその
重なるぐらいの時期、ね、2年ぐらいの、あのタームなのでほぼ重なってますけど、2003、4だと思います。そう、冬のソナタとかも多分皆さんは名前は聞いたことはあるぐらい、ヨン様っていう人がいたらしいみたいな感じの世界ですかね、皆さんにとっては。みんなは僕がゴールを入れたのも知らないし、冬ソナに出たのも見てないわけね。何とでも言えるっていうぐらいそういうまあでも実は私も冬ソナは見てないんですけれど、うん、まあすごい大ブームがメディアの中でこう連日報じられていたっていうのはもちろんその記憶にありますし、はい、その頃おそらく特にその駅に近い側のこう店ほどこうブームに乗って入れ替わりも激しいでしょうし、はい、まあ、ヨン様グッズとかが並んだ時ですよね。それがやっぱりこう2002年3年ぐらいの時だったかと思うんですが、そのやっぱりこう10年後に、まあ、その前段として韓国では保守政権に変わり、イーミョンバク政権に変わり、まあ、日韓関係がやっぱりある種こう変わっていく中で、それをこうダイレクトにこう影響を受けるのがああいった街だなというふうにこう思ったんですね、うん、そのあたりのこう変遷みたいなものってどういうふうにご覧になってたんですか。はい、まず2002年、さっきの日韓ワールドカップがあったんですけども、同じ新大久保エリアで、イースヨンさんっていう日本への留学生が、いわゆる日本人のカメラマンと一緒に亡くなった事件があるんです、うん、事故があるんですね。それはあの酔っ払って線路に落ちた日本人を救って、うん、あの犠牲になってしまったっていう話で、調べればイースヒョンっていう形で出てくると思います。で、まあ、私は個人的に彼が非常に犠牲になったことで日韓の非常に大きなシンボルとして残っていることはありがたいんですけども、同時に悲しいことは、一緒に亡くなった日本人のカメラマンの方には名前が記憶されるチャンスすら与えられてないっていうところは、もう一度あのメディア報道の中でどう考えるべきなのかってことは、あのちょっとポイントとして強調したいっていうことがあります。まあその後あの話を戻していきますけれども、2003年4年の冬ソナあたりの現象っていうのは、実は古き良き日本を思い浮かべるレトロ感として、上から下をこう見下す感のある日本人がかつての日本の良さをあのドラマで感じ取れるっていう形で流行ったんです、うん、でも実は今のカンドラっていうのは日本よりも進んでる、いい部分もあれば悪い部分もあるんですけども、グローバル都市の韓国の暮らしに憧れるっていうパターンでの消費の傾向、うん、ドラマ傾向っていうのがあるので、うん、この20年間の間にあの日韓のその文化の在り方っていうことが人々の間には大きくなったっていうことも押さえてください、うん、で話またもう一度戻して、2013年ぐらいにヘイトスピーチがあの新大久保にやってきたっていうところが あったわけですけども、結果的にどこかのテレビの番組で見たんですけども、600ぐらいあった韓国系のお店のうち400ぐらいが、まあ、あの閉店に近い形で苦労したっていうことまでも聞いてるので、まあその統計は皆さん調べればすぐ出てくると思いますので、そういう状況があったっていうこと。で、その間には第二次韓流ブームっていうのがありましたけども、それは、少女時代とか、カラのブームだったと思います。で、その少女時代とかカラって、なんとなく名前では分かりますか？はい。聞いたりします？そう、何っていう。なんとなくワードとして聞いたことがあるっていう感じですかね。はい。結構その今のこう、まあ、BTS ブームなんか本当に目覚ましいですけれど、やっぱり日本でもこう韓国のそのアーティストがこうより広くこう聞かれる一つのきっかけになったようなこうブームでもありましたよね。そうですね。それがあの紅白歌合戦に出たっていうのが一つの、あのいわゆる日本のメディアが彼らを一つの日本のポップカルチャーの一つとして位置づけたっていうのが一つの大きな節目だったかもしれません。あと第3次第4次ってあるんですけども、人によってですね諸説ありまして、チーズタッカルビによって第3次が来たとか第4次が来たとかっていうことで、まあ、チーズタッカルビ食べたって誰か言ってませんでしたっけ。あ、チーズタッカルビではなくて、ちょっと分かんないし、チーズホットクが今流行ってる。でもそれももう古くて、チーズキンパからまたいろいろと変わってるトレンドなので、常にいろいろと変化してるみたいですね。さっきのそのヘイトスピーチの話にちょっと戻っていくと、その2012年、13年、皆さんもしかするとメディアでご覧になったことがあるんではないかと思うんですけれども、非常にこう、もう、例えばその朝鮮半島にルーツを持っているような人たちが
もう生きるに値しないかのようなこう言葉っていうのが、それまで例えばネット上のこう掲示板とか、その頃はまだ掲示板とかだったんですけれど、その掲示板とかで羅列はされていたかもしれないですけれど、それがやっぱり堂々と路上に出てきて、まあ、被害のこう実態をお伝えするためにあえて言語化しますけれど、例えば死ね殺すぞゴキブリとか、まあ、こういうふうに虫とか動物に例えるってものすごくこう典型的ですよね。もうナチスの時代からこうやられていたようなものですけれど、そういうものがやっぱりこう堂々と路上に出てくるわけですよね。で、よく例えばそのヘイトスピーチの問題って、こうたかが言葉の問題でしょ、で殴ったり蹴ったりとは違うでしょっていうふうにすごく矮小化されて語られることってあるじゃないですか。でもさっきおっしゃったみたいに、例えばまあ、お店が事実上のこう閉店状態にこう追い込まれたりとか、これはまあ経済的な打撃だと思うんですけれど、あとはよく言われるその沈黙効果ですよね。例えばああいうものをこう目の当たりにすることによって、あ、自分もこう出自を明らかにしたらああいう攻撃を受けるんだとか、で自分も声を上げたら的にされるんだ、じゃあ隠しとこう、黙っとこうっていうふうに、こういうことをこう沈黙効果というふうに呼ぶんですけれど、いろんなやっぱりこう実害が出てくると思うんですけれど、なかなかそれがこう、まあ、沈黙を強いられるがゆえにこう可視化されないっていうところはありましたよね、はい、で2016年になってヘイトスピーチ、いわゆるヘイトスピーチ解消法と呼ばれる、まあ、これ理念法なんですけどね、ないよりはもちろんマシですし、うん、多くの人たちが尽力して、安倍政権下でよくできたなというふうな、法律ですけれど、それができて、あの時のこう最も熾烈だった頃よりは収まってきた、はい、逮捕者が出たことによって、うん、なんちゃってネトウヨに加担してた人たちが行き過ぎたってことに気づいたってこともあったと思いますし、まあ、処罰条項は非常に弱い法律だったわけですけども、若干こう、なんていうかな、言い方悪いですけども、ブームが去った、いわゆるヘイトのブームも落ち着いてきたっていうのも、もう一つの要因にはあったかもしれません。あの頃のその、例えば、いわゆるそのヘイトデモで、掲げられていたものの一つとして、まあ、これ自体がやっぱりこうデマですけれども、いや、在日特権が、みたいなことをこうよく掲げられてましたよね。うん、要はその、まあ、特別永住者の人たちが何かしらのこう恩恵を日本人よりも受けてるだろう、ずるいだろうっていうことで、うん、まあ、そういう言葉がこう掲げられてきたっていうことがあったと思うんですけれど、それを、その、新大久保とかでやるっていうことの、ズレみたいなものを私は感じてたんですよね。で、あの街でいろんなバックグラウンドの人たちいますけれども、そのいわゆるそのオールドカマー、まあ、この言葉の定義も非常に難しいんですけれども、うん、いわゆるその、まあ、2世代3世代4世代とこう暮らしている人たちと、新大久保のそのコミュニティにいらっしゃる人たちでまたちょっとルーツが違ったりっていうことで、なんかそういうやっぱり細やかな歴史とかあり方をもう全く無視したあり方だったなというふうに、私はああいう現象を見てて思ったんですよね、はい、さっき私たち取材で街を歩いている時に、うん、偶然日本型排外主義の著者の樋口直人さん、早稲田大学人間科学部の先生ですけども、偶然新大久保でばったり私久しぶりに会ってびっくりしたんですけども、彼の本なんかはまさに上手にまとめていますけれども、うん、ある意味いい韓国人も悪い韓国人も殺せみたいな言説が出ていたわけですね、うん、でヘイトを行う側からすると、オールドカマーもニューカマーもどうでもいい、あるいは区別すらわからないっていうところで、日本その他外国っていう形の構図があるっていうところが非常に問題が一つで、その他外国も大きく二つがあって、憧れの欧米系、そして見下されるアジア系っていうところのギャップの構図を私たちがどう乗り越えるのかっていうのが一つで、ちょっとこう皆さんびっくりするような発言をこれからしますけれども、皆さん自身は差別主義者じゃないと思いますけれども、ヘイトを見て、あるいはヘイト的な言動を見て自分は静観してしまうと、被害者に遭ってるマイノリティの人々は、あ、みんな静観してるんだ、守ってくれないんだ、つまりこれもいい例かわかんないけども、痴漢とかいじめに遭ってるある被害者がですね、周りの人が見て見ぬふりをする場面であった時に、この社会は私たちを守ってくれないんだっていう、この精神的なプレッシャーを与えるってことなので、私たちの無関心は
暴力に加担する側であるってことも自覚してほしいなってことだけちょっと強調しておきます、うんうん、ちょっとだけ補足をすると、例えばその目の前で圧倒的な暴力をこう見たときに、それにこう介入するってすごく勇気のいることですよね。いじめの問題もそうですし、ヘイトの問題もそうですし、あとはその女性に対するその性暴力、まあ、いろんな形がありますけれど、それに対するこう介入ってすごくこう勇気がいることだと思うんですね。でもなんかこうそれは違うだろうって大声で介入していくっていうこと以外にもこうできることって実はたくさんあって、私の知人がその女性に対するその性暴力に対して介入する仕方がいろいろありますよっていう動画を実は監修しているんですけれども、例えばちょっとヘイトの問題にもこう重なることなので参考に聞いてほしいんですが、目の前でそのエスカレーターで盗撮されている女性がいたとして、でちょっとってやって、俺見てるぜっていうふうにこう意思を表明したりとか、で誰かにこう付きまとわれているその女性にが路上でいたとして、その友達のふりをして、あ久しぶりだねってこう言ったりですとか、すごく勇気がいることなんだけれども、自分なりのこうやりやすい介入の仕方っていくつか選択肢があると思うので、そういう観点からも同じようにこうヘイトのことを見ていけると、自分が何ができるのかなっていうことが少し具体的に見えてくるかもしれないなというふうには思いましたね、うんうんはい、でまあ、ヘイトスピーチの問題が、まあ、依然としてこの社会の中でまあ、存在している中で、まあ、このコロナ禍がありましたよね。で、もしかすると皆さんも去年なんか特に顕著だったかな。街中で例えば飲食店の中に、こう、ジャパニーズオンリーっていう、こう、ね、札をこう掲げているようなお店がちらほらと私が暮らしている街にもありましたし、っていうのをこう皆さん目撃されたんではないかと思うんですね。うん、で、ちょうどこう昨日ですね、外国籍の人たちは新規入国ダメみたいなことが掲げられて、水際対策として、でもやっぱりウイルスは国籍を選ばないのになっていう、ジャパニーズオンリーってその科学的な根拠ってやっぱりないはずですけれども、うんうん、いやウイルス怖いからしょうがないじゃんとか、うん、なんかこう感染対策しなきゃいけないじゃんっていうことで、ああいうやっぱり本来は非常にこうデリケートなはずの言葉が感染対策っていう名目でこう堂々とこう街の中に出てくるっていうことがあったと思うんですよね、うん、でこれは例えばその中華街の例ですけれども、例えばその中華街のこうお店に日本から出ていけっていう、こうヘイトレターがこう送られてしまったりっていうことがありましたよね、はい、うん、だから新大久保というこうエリアコミュニティもおそらくその感染状況でまず人が来ないという経済的な打撃とか、はい、うん、あるいはそのあそこなんか外国人いっぱいいて危なそうっていう、うん、その偏見の目だったり、もういろんなこうレイヤーで、はい、苦しんだ2年間だったのかなというふうに思うんですけれど、うん、そのあたりはいや本当にマスクを売ってですね、うん、それでそれこそ外国製のマスクで安く売ってっていうぐらいでしのいで、でも帰ってしまった人たちもたくさんいるわけですね、うん、で外国人学校とかもごめんなさい、日本語学校もあるわけですけども、そもそも入国が認められないという状況で、いろいろと街は変わって、でも半年1年ぐらい前からまた活気は戻ってきてるっていうような状況であると思います。でもやはり、なんていうのかな、今後どう変わっていくのか、明らかに韓国系のお店はまだ増えていくし、残っていくと思いますけれども、もう皆さんが今日体感されたようにですね、この街は決して、コリアタウンだけではない、もはやアジアタウンと呼ばないといけないっていう状況になっているので、その部分をどうやって出していくのか、そして、K-POP、K-CULTURE は、ブームである以上は人は来るんですけども、ブームはブームです、必ず終わりが来ますので、うん、次のブームを作るのであればどういうブームを作るべきなのか、 あえて作るんだったら、ダイバーシーとか越境っていうテーマでですね、うん、もっとこうみんなに優しいものを作ってほしいなっていう願いもあるし、ブームが終わった後にも何か対策が必要なんじゃないかなっていうことで、今後の新しい
こう街の在り方っていうことについてはみんなで考える必要があるとは思ってます。なんかそれってやっぱりマジョリティ、いわゆるマジョリティ側のその目線の在り方ともその密接に関わる問題だと思っていて、そうですね、例えばその冬ソナを、あ、昔懐かしの日本みたいだねっていう、こう上から下の目線である種見てるようなこう姿勢から、果たして我々はこう脱却しているんだろうかっていうところにこうつながってくると思うんです。うん、で、私のこう知人で、台湾生まれの温悠柔さんという小説の家の方がいらっしゃって、その方ともこうお話をしていたんですけれど、例えばよくその台湾って、いや、親日的だよねっていうふうにこう言われますよね。そういう言葉が使われがちですけれど、だから、例えば日本社会のこうおかしさとか、そういうやっぱりシステムのこう、まあ、矛盾とかにこう積極的に声を上げているオンさんに対しては、はい、お前は台湾人じゃないみたいな、お前は台湾人的じゃないっていう言葉が投げかけられてしまうと、うん、でもそれっていつまでもその昔のこう植民地時代だったその台湾の台湾の人たちが日本人を仰ぎ見ているかのようなこう視線で、うん、を注ぎ続けているっていうことの表れじゃないかなっていうことをオンさんとも話していて、そういう視線から脱却できるのかっていうところも、いや、これはとても大切で、一つのマイクロアグレッションにつながると思うんですが、僕もたまに言われたことが ある言葉でですね、キムさんはね、日本人以上に日本人っぽいねとかね、日本人以上に日本語上手だねっていうふうに言ってくれる、悪意ないんですよ。そして別に不愉快になることでもないんだけども、でもこれってまさに下手したら良かれと思って、日本はどこか特別な存在で、であなたは他の外国人はそうでもないんだけど、うん、日本文化をちゃんとリスペクトしてるかのような言い方で言われてしまうと、いや本当にそうなのかなっていうふうに思ったりもしたりするので、うん、皆さんも無意識にそういう言葉を使っている可能性はあります。いや、オンさんが全く同じことを言っていて、その日韓ワールドカップの時に、まあ、居酒屋さんでそのたまたま隣り合ったグループと一緒にこう一緒に応援をしていて、うん、で自己紹介をし合ったら、いや大丈夫だよ、あなたはこう黙っていれば日本人みたいにこう見えるよみたいなことをこう言われて、うん、あ、アジア人が日本人にこう見えるということがいいことだという、ある種のこうヒエラルキーみたいな考え方が彼の中にあって、うん、でそのやっぱりこう衝撃を受けたっていう話をしていて、はい、なんかそういうのってすごくやっぱりこう自覚的にならないと見えてこないものだと思うんですよね。誰しもの中に例えば加害性があるし、無意識にこうマイクロアグレッション的なこう言葉を吐く瞬間ってこうあると思いますし、でもそれをこう指摘されたりとかハッと気づいた時に、うん、いやでも自分は差別主義者じゃないっていうふうにこう跳ねつけるのか、あ、そっか、そういうふうにこう受け取ってしまう人もいるんだね、じゃあ次からどうしようっていうふうに違う選択肢にこう手を伸べていくのかが、うん、多分実はこう大きな岐路だったりするのかもしれないですね、はい、必ず新大久保が大好きになる必要は当然ないわけですね、うん、もうごちゃごちゃしてますし、にぎやよく言えばにぎやかでもかなりエネルギーを使うわけですよ、歩くと。だからみんながそこに毎回のように大好きになって通う必要はないと思うんだけども、うん、決してかつての怖い危ないっていうイメージではないっていうところを考えていくこと、そして路地裏からいろんなところから、決して韓国、コリアだけのカルチャーでもないっていうことで、一歩先のいろんな異文化と出会っていくっていうことがとても大切だなというふうに思ってます。うん、今日通りながらカメラでも通りましたけども、中国籍朝鮮族の方が経営する鍋料理屋さんには実際もう売ってないと思うんですけれども、犬の料理を看板に掲げていたりですね、あれは朝鮮料理なのか中国料理なのか何料理なのかっていう、私たち無意識に国籍で、国民国家の国籍で全てをこう決めてしまうっていう悪い癖がありますけれども、そろそろそういうのも乗り越えていかないといけないんじゃないかなっていうふうには考えてます。あと好きとか嫌いっていうワードがやっぱりすごく大事だと思っていて、なんか自分のこう少なくとも受けてきた教育って、すごくこう感情教育といいますか、例えば仲良くしようねとか共感しようねってすごく大事なことなんだと思うんですよね、時には。でもなんか自分のこう受けてきた道徳的な教育がなんかこう感情教育に偏りすぎて人権教育じゃなかったと言いますか、うん、例えばその皆さんもその日常生活を送っていて、こうちょっと好きになれない人とか、
なんかこう全然違う文化すぎてすごいびっくりしてどうしていいかわからない文化とかいっぱいあると思うんですよね。でも例えばそういう人たちあるいはそういうコミュニティが例えばこのコロナ禍であの出ていけっていうヘイトレターを受けるとか、うん、なんかこう窓ガラス割られたりっていうことがあった時にいや誰であれその行いは違うよねっていうふうに言えるかどうかが多分人権教育なんだろうなっていうふうに私は思うんですよね、うんうんはい、だからこういう動画をこう作って、うん、あの好きになってくださいとかそういうことではなくて、はい、まず触れてみる、はい、イメージを膨らませる前にこう触れてみるっていうことが大事なのかもしれないですよね、うんはい、異文化理解多文化共生のキーワードには3つの F フードファッションフェスティバルっていう言葉があって、うん、それはとても大切だと思いますけれどもフードファッションフェスティバルは入り口に過ぎず、うん、そこから一歩先にはコンフリクトが必ず必要になってきてこの私と違う文化を持っている人たちのつながりあるいは軋轢っていうこととどう真摯に向き合って、それを乗り越える努力がどうできるかっていうことが問われるので3つの F から始まるんだけどもそこでとどまってはいけないということだけ考えていく必要はあると思います、はい、あのもしよろしければあの先生に何か質問とかね質問とかコメントとかはい、はい、じゃあ一人もう一人いますか先にあはいじゃあ順番を先に聞いてから対応しましょうかはい、はい、じゃあお二人あのそれぞれはいあのこの授業に参加している学生ですあの先ほどあの自己紹介させてもらった通り祖父母の家が大久保にあって、うん、あのまあ僕の祖父こういう言い方したら悪いかもしれないですけど僕の祖父母はもうほんとずっと戦前からその土地に住んでてみたいな感じの人で、うんまあ、土着っていうか、その、日本人としてその町で生きてきて、どんどん外国人が入ってくるなっていう、あの、要は受け入れる側たちがっていう感じだったんですけど、なんだろう、やっぱりその、おじいちゃんおばあちゃんに、あの、町の外国人が増えてってるよねって話をしたときに、あまり関わりがないとか、よく知らないっていうことをよく聞かされてきて、で、ちょっと、まあ、今までだと、すごい町の雰囲気が明るくなってきて、あのどんどん観光行きやすくなったけど、一昔前はやっぱり新大久保の方とかだと行きづらいっていうちょっと怖いなっていうイメージがあって、そういう、なんだろう、まあ、事例としてもっと、なんだろう、怖いってイメージよりも前になんかもっと触れ合おうとか、もっと発信しようとか、そういった事例とか取り組みとかを知ってたらすごい教えていただきたい。はい。ありがとうございます。先にまた続けてください。まあ、大学3年生のものです。まあ、あの、先ほどその冬のソナタの話があったと思うんですけども、なんかあの作品は結構日本の上からの視点があるっていう話をされたと思うんですけども、そういったその過去の作品、あの、例えばその風と共に去りるのが結構その人種差別的な要素があるっていう話が取り立たされてたりであるとか、その過去のちょっと遅れた価値観であるとか、まあ、特にその人種的な遅れた価値観を含むような過去の作品を、まあ、どのように扱っていったらいいのか、うんうんうん、どのように向き合っていったらいいのかみたいな、ちょっとお伺いしたいなと思って、はい、めっちゃいい質問です、はい。あの、そろそろちょっと時間なので、はい、あれですかね、そのご質問にちょっと答えるような形で、はい、そうですね、それでいて、あの、もしお時間帰らないといけない方は、上手に先に帰っていただくことも、また動画で対応できますので、はいはい、ありがとうございます。あの、ちょっと先にじゃあ、あの2問目の質問に、あの、お答えさせていただきたいと思うんですけれども、はい、あの皆さん多分馴染みがない、私も世代も全然馴染みがない漫画なんですけれども、あのハイカラさんが通るというあの漫画があるんですね。あれは大正時代、うん、僕もよく詳しくないです。大正時代、ごめんなさい、調べたら多分出てくると思うんですけれども、かなり昔のその日本のその女性があのその時代にこうたくましく生きていくっていうこう趣旨のものなんですけれども、今振り返るとこれちょっと女性差別的な表現だよねとか、そういうものがやっぱり入ってくるんですね、漫画の中に。でも最後にあの実は後書きの中にちゃんとフォローアップのこう言葉があって、で、この漫画というのは今振り返ると適切ではない言葉だったりですとか、あの差別に当たるようなこう表現を一部で使っていますと。ただそれも含めてあの主人公があのそれはこう不適切、今の時代は不適切だなではあるということを加味した上で、でもそれが
主人公がまさにこう直面してきた生きづらさだったりとか、あの社会の壁そのものなので、それを加味しながら読んでいただけたら幸いですっていう、こうフォローアップのコメントが入っていて、あのただ単にじゃあもうすぐなくしましょうということではなくて、そういう時代だったよね、それをやっぱり私たち今見てどう思いますかっていう、あのしっかりフォローアップの言葉があるのはすごく重要だと思いました。なんかこう一番残念だなと思うのが、いやそういう時代だからしょうがないよっていうことでこう受け流してしまうっていうことなのかなというふうに思うので、うん、ちゃんと昔の作品でもそうやって今の時代にこうリアクションし続けるということは私は大事かなというふうには思いました。私はその点で加えるとしたら、先の 2問目の質問なんですけども、日本における昭和歌謡、どれだけこう女性が男のために尽くすとかですね、なんかもう今読み直したら、読み返したら、聞き直したら、かなり問題の多い歌詞がたくさんあると思います。で、それをじゃあ禁止国にすればいいのかっていうと、必ずしもそうではなくて、まあ、いわゆるその場、あるいはどういう場面においてそれを使うか使わないかっていうのは問われてくると思いますけども、あえてそういう部分を再利用しながら、吟味しながら、社会は進歩していけばいいのかなっていう考え方もあるんですね。で、先ほどの風と共に去りぬもそうですし、いろんなティファニーで朝食をもそうだと思うんですけども、かなりこう人種問題やいろんな形で問題になる、当時は OK だったけど今は OK じゃないっていうのが出てくるときに、去年のブラックライブスマター以降ですね、問題以降、銅像が倒されたり、海外でもそういう事象が起きていますけども、それも考え方によっては、壊していくっていう破壊行為はもう一つの暴力行為でもあるので、まあ暴力を暴力で対応せずに、どういう形でこう記憶して乗り越えていくのかっていう、いわゆる消化っていう感じ、難しい感じかもしれませんけども、乗り越える意味での越境っていうのが大切かなっていうふうに思ってます。その上で1点目、地域コミュニティが外国人と日本人のコミュニティの中でこう対応しようっていうことは実際は存在してるんですね。だけどそこにおける一つの課題は、おそらくですけれども、商店街だったりするので、商業っていう、いわゆるビジネスの文脈が主流になってきて、そこに商業として、関わってない地域住民は、自分たちの声を出す場所がないっていう、祖父母のケースっていうのは、それに近いかもしれないっていうところが、課題だと思いますので、これやはり、社会の成熟度っていうのが問われてくるのかなっていうふうに思いますし、やはり、移住してきた人たちも、地域住民の思いをどういうふうに考えるのかってことが一つのポイントなので、いろんな、人権教育とか平和教育の中でこれは問われてくるのかなと思いますけども、どうでしょう。さっきのおっしゃっていた、ちらっとこう話に出た 4カ国会議、はい、みたいなものが一つの事例に、ね、そうですね。NHK のドキュメンタリーにも出ていて、2019年 NHK で4カ国会議っていう形で調べれば出てくると思いますので、事例として非常にベトナム、韓国、日本、ネパールの方々が4カ国会議を展開して非常に面白い例として動いていますけれども、そこには中国や他のエスティックコミュニティが入ってこなかったっていうのが、理由はわからないんですけども、次なるステップの課題として見えてきたので、より続くことを願ってはいます。今の締めコメントで完璧だと思います東京で再発見するアジア、いかがでしたか？ぜひ皆さんも新大久保の多様な通りを歩いてみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。またこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援ご協力よろしくお願いいたします。